オースザンナは、スティーブン・フォスターのミンストレルソングで、1848年に最初に出版された歌曲。ヨーロッパ音楽、白人アメリカ人の音楽、アフリカンアメリカンの音楽を融合させた、最も有名なアメリカの歌である。1846年、スティーブン・フォスターは、オハイオ州のシンシナティに引っ越し、兄の蒸気船会社の募気係を務めた。シンシナティにいる間に、 ホスターはおそらく所属する社交クラブのために王スザンラを書いた。この歌は1847年9月11日にペンシルベニア州のピッツバーグで地元のクインテットのコンサートで最初に披露された。1848年にシンシナティの W.C. ピータース社より最初に出版された。他のミンストレル賞の一座もこの歌を演奏するようになったが多くは 自分自身の名前でこの歌を勝手に著作権登録しており、1848年2月25日から1851年2月14日までの間に21回も登録、出版が行われている。ホスターはこの歌で100ドルしか稼げなかったが、ファースポンド社と楽譜一部につき2000との印税率で契約し、アメリカで最初のプロのソングライターになった。この曲名は、 ポスターの亡くなった姉シャーロットから取られた可能性が指摘されている。この歌は様々な伝統音楽が混ぜ合わさっている。アフリカ起源の楽器であるバンジョーで始まり、歌はちょうどその頃ヨーロッパからアメリカに伝わったポルカのビートを取り入れている。グレンはズナー曰く、この歌は既存の歌、アラバマのバラに影響を受けていて、詩や音楽に似ている部分があるとしている。 メロディーの最初の2回のフレーズは、両音階である。プレイ誌については、フォスターの初期の作品に多く見られるように、内容はナンセンスである。最初のバースは、出発した日は一日中雨だったけど乾燥していて、今は、太陽は、とても暑いけど死ぬほど寒い。二度目のバースは、息を止めるために目を閉じたとある。また、二度目のバースには、 電流を上げて500人のニガを殺したという歌詞も登場している。この歌はスティーブン・フォスターの代表曲というだけではなく、アメリカで最も有名な歌の一つである。また、歌詞はカリフォルニアへ旅立つ内容にアレンジされて、フォーナイナーズの非公式テーマ曲になった。ペンシルベニアドイツ語のこの歌は、メロディーはフォスターのままだが、詩は完全に異なる内容である。日本には、 1852年頃に、ジョン・マンジローが初めてこの曲を伝えた。その後、1964年には、NHK のテレビ番組、歌のメリーゴーラウンドで日本語の歌で放送された。また、学校教育でも用いられており、小中学校の音楽の教科書にもたびたび掲載されている。 近鉄特急の山和西大寺駅到着前のチャイムとしても採用されている。1955年にシンギングドックスが歌ったコミックバージョンはアメリカのビルボードポップシングルチャートで22位を記録した。1965年に発表されたバーズの2枚目のアルバムターンターンターンの最終トラックにユーモラスなオースザンナが収録されている。ジェームス・テイラーも 1970年に発表したセカンドアルバムスイートベイビー・ジェームスにこの歌を収録している。ニール・ヤングの2012年のアルバムアメリカーナの最初のトラックにこの歌が収録されている。1963年フォークグループのビッグスリーはティム・ローズのアレンジの下ザバンジョーソングとしてこの歌を録音した。他にもキスなどの様々なミュージシャンにカバーされている。 ありがとうございます。